ご注意ください。何かご不明な点はお気軽にお近くのスタッフまでお尋ねください。本日の鍵穴はクリシンボー元気アイドル、フラキン出身17歳のユタこと坂本ゆりでした。負けないくらい福岡も盛り上がります。
イネルこと山田さんです。よろしくお願いします。はい、食いしん坊元気アイドル赤と青が大好きな17歳佐賀県出身のゆったこと坂本ゆりです。よろしくお願いします。はい、あの袋の扉キーが開けるけん高校1年生15歳のキーこと島田咲です。よろしくお願いします。めっちゃ切れたな、こう。そうなんですよ。食べた後が。最後食べてって言われましたけどね。
向こうで乗るところ、そう、サイレンの後ろにいて、グー出してさっきからまたチョキパン肩するって言われて、ちょっと怖かったけど、グー出したらね、勝ったと。おー、やった。勝ったってああやって3秒投げたら、ね、そのサイレンは喜ぶやん。でもさ、さっきそう、よく考えてて、キーが負けました、持ってます、私勝ちました、2本持ってます、サイムラにあげます、あと1人いなかったっけみたいな。あー、7が食べてないっけ、あのサイムラと2人で食べようかな、その写真。うん、あー、そういうエピソードがあったんですね。キーが振っとけば4人で1本ずつ取れるのに。いやー、じゃあ今度から
あ、あの辺貸してくれ、貸してくれ。可愛いから着せてくれたい。いや、いや、ちょっと。着目点が違います。貸してくれるかだけで。じゃあ、この中から聞いてもらいたいんですけど。なんか商品ある？え？商品？あの、そうです。あの、立った方には私の愛を。私のアイスアップリと差し上げますので、ちょっと待って、はい、ということで、はい、いいですか？じゃあ、弾いてください。はい、カメさん、はい、次いくよ。はい、はい、おおー、はい、これはちょっと来た来た来た、はい、簡単すぎます、これは。はい、じゃあ、良いスタートとか言ってくれない？はい、始まって、いただきますね。よーい、スタート。いいかな？はい、オッケー、じゃあ、はい、行くよ。はい、